皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは始めます。はい、ポーツマス条約ね、これ日露戦争の後ね、講和条約が結ばれました。まあそこで、まあ朝鮮の優越権が認められることになります。これでもってようやくですよね。まあ、日本が恐れているのは清というね、まあ、中国王朝があって、ここをまず恐れています。もう一つはロシアですね。でこのどっちかでも朝鮮半島に来てしまうとすぐ日本を、やっつけることができてしまう。ここ朝鮮半島は日本を攻略する時の軍事作戦拠点になりますからね。で日清戦争で中国を排除し、日露戦争でロシアを排除しました。はい。でもともとはこれもう日本が支援して近代化を促して朝鮮が立派な独立国になってきたくれたらそれだけで十分だったわけです。ところがまあね、これまで説明してきましたけども、朝鮮の王室の中でね、足の引っ張り合いがあり、親日派と反日派で大喧嘩しているわけですね。お互い資格を送り合ったりとかしているわけですよ。で親日派、親ロシア派に分かれちゃって、もうぐちゃぐちゃになっちゃってるわけですね。で国の意思決定もできない、右だって決めたら左、左だって決めたら右、両方で足の引っ張り合いと。で日本はそれなかったんですよ。幕末、まあ、いろいろ揉めましたけども、いざバチンって形決まったらみんなでね、挙国一致、力を合わせてね、富国強兵で、みんなで強くて豊かな国になろうって言って、うわーっていくわけですよ。そんな激しい足の引っ張り合いとか、中で内紛やってるうちにおかしくなるっていうね、そういうですね、未来を壊すほどの内紛というのは基本的にしてなかったんですね。あってもそんな大きな問題じゃない、まあ、せいぜい西南戦争ぐらいですわ。それだって西郷隆盛がね、自分が攻められてる側なのに官軍がすごい、ね、頑張ってるから、こんな強い軍隊ができたんだったら日本も安泰じゃあっぱれって言って死ぬぐらいですからね。なのでちょっとその様子が日本と朝鮮と違ったんですよね。せっかく日本というね、先に近代化を果たした国がね、せっかくサポートしてくれると言ってるのに、その手を振り払ってっていうことがあったわけですよ。なので最初はまあ外野からね、頑張れって言ってね、ちょっといろいろとね、近代化のお手伝いを外野からする予定だったんですけども、いやそれじゃダメだと。もしまたこの朝鮮がね、清とかロシアに入られてしまったら日本は危うくなってしまうということで、そこでもうこれは一度保護国にして、日本だ、朝鮮全体を日本の保護国にしてね、日本が守るとね、そんな中でね、しっかりと近代化を果たして、そして朝鮮がしっかりとした国になったらね、元に戻すというね、まあ、こういう保護国にしないとダメだというふうにですね、世論も、政府首脳も考え方が、そう至ったわけです。はい。そこでですね、明治38年ね、明治38年に、まあ、ポーツマス条約を受けた形で日韓保護条約というのが結ばれました。はい。このまあこれ第一次がね、前回日露戦争始まった時にですね、戦争協力しなさいよっていうのがありましたけれども、それに続いて今度は日韓保護条約というのを結びます。この日韓保護条約によって日本はこの韓国の外交権を取得します。ほら、以前のこの日韓議定書の段階では、どっかの国と条約結ぶときには必ず日本に事前に相談してねっていう、承認取ってねっていうレベルでしたけども、ここのね、日韓保護条約になりますと、いやもう韓国、朝鮮自体には、まあ、名称としてはまあ大韓帝国で、キラキラネームの大韓帝国ですけど、大韓帝国としては外交やっちゃダメですと。ね、大韓帝国の外交は日本がやりますということで、日本が外交権を取得しました。そして、初代統監、ね、この朝鮮に、初代統監として赴任したのが伊藤博文でした。はい。でその当時の、皇帝は高宗ですね、高宗皇帝。はい。あ、というわけで、ちょっと日韓併合への流れをですね、ちょっと確認していきたいと思います。今日のテーマは日韓併合です。はい。韓国の皇帝はこれ、ほら、ビンヒと、ね、お父さんの、
法とが大喧嘩をしまして、お互い資格を送ってってありましたよね。そしてこれ、民妃、民妃だ、民妃の旦那ですわ、ね、この人はバリバリの 反日で、ね、親ロシアの人だったんです。でも実際日本がロシアと戦って勝っちゃいますからね、そうするともう、朝鮮大韓帝国を守ってくれる国はもう清も関われなくなってしまいましたし、ロシアも関われなくなってしまいました。でもうね、優越権が認められているわけですから。でこのポーツマス条約もですね、国際条約ですしね、各国も、見ているわけですから。そうするともう朝鮮に対して何か、手伝ったりとか関わったりってできる国はもう日本しかないですよね。はい、そこで、まあ高層皇帝も、まあ、いやいやですけども分かりましたという立場になるわけですね。最初はちょっと抵抗してたみたいですけどもね。はい、でこれ、まあ、実際この日韓保護条約を結ぶときにですね、まあ先方の体制はどうだったかと言いますと、大韓帝国はこれはまだ民主主義ありません。選挙もないし議会もありません。あるのは皇帝、まあこれもキラキラネームですけど、皇帝とまあその大臣たちですね。で大臣たちがまあ閣議を開いて閣議決定をすると、それを皇帝が承認するという、まあ、こういうですね独裁国家だったわけなんです。そこで、まあ伊藤博文が高宗皇帝とですね、まあ、やり取りをするわけですけども、じゃあこういう内容ですけどいいですねと、拒むって言ったって拒めませんよって、それはそうでしょう。まあだからこれがね、まあ自由にね、韓国朝鮮の方で拒めたかといったらもう状況的にそういう状況ではないですよね。はい、これでよろしいですねみたいな感じだと思うんですね。そしたらこの高宗皇帝が1点だけ修正を要求したんですよ。朝鮮が独立を維持するのに十分なほどの実力を備えた時には、この条約は撤回されるというね、そういうふうに書いてくれと。今は朝鮮がね独自に国をね切り盛りする力がない時はね、日本の保護国でいいけれどもね、将来ね独立が維持できる国になったらこの条約は解除されて朝鮮は独立国として復帰すると、そういう条文を書き加えてくれと言われて伊藤博文は了承します、わかりましたと。そこで手書きで書くんですね。韓国の富強の実を認める時に至るまでというふうにですね手書きで書き加えて、で高宗皇帝はそれで満足したわけです。あ、その一行入れてくれたら分かりました、調印しましょうということで、そこで、大韓帝国は大日本帝国の保護国になりました。そしてこのそうですね、はい、まあこの韓国のね、独立を勝ち取るために日本は日清戦争を戦い、そして日露戦争も戦った。日露戦争で3万人以上日本人死んでるわけですからね、もちろんそれは韓国朝鮮のためだけに戦ったわけじゃないですよ。韓国朝鮮が独立国として存在しているということがすなわち日本を守ることにつながるから、日本人は日本の国益のために戦ったわけです。でもこれは必ず朝鮮にとってもね、いい話だと。それはね、中国やロシアがね、統治するよりは日本がしっかりと面倒を見て近代化させるという方が朝鮮にもいいはずだと日本人は思ったわけですね。朝鮮の人がどう思うかどうかは別にして、日本人はいやきっと、日本が保護国として、ね、近代化させたらいい結果になると日本人は信じているわけです。で、それが必ず日本の国防にも寄与するので、東アジアの平和を確保できるというね、まあ、そういう思いがあってですね、戦ったわけですけども、まあ、それだけ、実際に、まあ、血も流していると。多くの命が失われているわけです。そして、ポーツマス条約では日本の優越権が認められてますから、でそれに基づいて、じゃあ、ね、保護国にしますと。日本がしっかり、ね、面倒を見て、近代化させると。そして高宗皇帝の要求通り、じゃちゃんと独立国できる力がついたら、ね、独立させますよと、はい、こういう形で、この日韓保護条約が結ばれるんですね。
はい、そしてこの時にですね、そう、明治40年の段階ですけども、大正天皇が、まだ皇太子ですけども、大正天皇が、朝鮮に行ってます。歴代の日本の天皇が朝鮮に行ったことはありませんが、皇太子として、大正天皇が一度おいでになったんですね。はい。そして韓国の皇太子がですね、日本に留学しました。英親の李銀、英親の李銀、この方が日本に留学します。ですから日本語喋れるし喋れます、はい、なので日本の皇太子が、韓国に、まあ、朝鮮に、まあ、一度訪問し、で朝鮮の皇太子が日本に留学する、これ皇太子です。次に皇帝になりますよ、はい、この高宗皇帝の次ですね、順宗皇帝ですけども、はい、そこでですね、日本はどうしたかというと、この大韓帝国を立て直すにはとにかく金だと、とにかく近代化するには金がかかります。いろんなものを作んなきゃいけないですからね、金が必要だということで財政支援から始めたんです。そしてまず日本は財務顧問を、この朝鮮に派遣しまして、まあ、どういう状況なのかいろいろと調べます。そしてこの大韓帝国に対し、一応保護国とはいえ一応独立国ですから、独立国を保護国として日本が守ってるわけですからね、この大韓帝国だから、大韓帝国がなくなったわけじゃないんですよ、はい、大韓帝国に対して無利子無期限で財政支援しようということになります。でいくら貸したかという話なんですけども、建て替えをしたのと、あと財政、直接支出と、まあ、2種類あるんですけども、ちょっとねこれ金額見てほしいんです。明治40年度の大韓帝国のこれ国家の歳入と歳出ですね、はい、要するにこれ収入と出てくる費用です。これ明治40年、はい、大韓帝国の収入は1年間まるまる全部合わせて748万円でした。それに対して支出は3400万円なんです。これ4分の1ですか。でも全然もうこれ財政破綻してますよね。やばいでしょこれ。で実際保護国にしてみて分かったんだけども、国家予算というものがなかったんですって。要するに国家予算を組む能力がなかったんですって。で、いくら入ってるのってわさわさお金入ってきて、わさわさお金出てって、足りないね足りないねって要するにどんぶり勘定だったんですよ。で、予算を立てる能力がなかったんです。つまり国家統治能力はなかったんですよね。だから常に国家財政が破綻状態だったんですね。見てみてびっくりってこだから、一部ほらこんなのに使わなくていいのにっていう予算というか支出もあったでしょうしね。で収入だって少ないしね。だからまともな産業もないし、だから戸籍もないからどこから税金取れるのかもわからない、人口もわかんないんですから、そんな状態で国家予算も管理できない、組めない。でしょうがないからこの差額2700万円日本が払ったんです。これ1年で済まないですよ。でしかもね、これ3400万円ってこれ元々の支出がこれですからね。近代化しようと思ったら、じゃあ学校を作ります、鉄道敷きます、電気敷いて、発電所作ってなんてしたら、ダム作ってなんて言ったら、こんな感じ収まりませんからね。とにかくこの足りないものは毎年日本が支出します。でさらに近代化するから、もっと大きいお金を毎年毎年どんどんぶっ込んでいったんですよ。だからもう、はい、まあ簡単に言うと、独立国って言うけど統治能力なさすぎだろうって話ですね。国家予算も立てられない、はい、まずは財政とは何か、国家予算とは何かという、そのレクチャーから始めないといけないありさまだったということですよね。でですね、まあそういう、だから全くお金が足りない、破綻している、全部日本が穴埋めしていく、
こういう状況なわけですね。はい。でもこの高宗皇帝というのは日本に対してなんか嫌なんですよね。独立できるわけでもないのに、統治能力があるわけでもないんだけども、名前だけは皇帝でキラキラでしょ。で国号だけは大韓帝国大韓よ、大グレートよグレートエンパイアオブコリアだからね大韓帝国統治能力もないんだからね。でもなんかほら、もともと反日派だから、なんか一物もあるわけで、日本に対して。そこでね、クーデターをし、皇帝自らクーデター仕掛けるんですよ。何したと思います？あのね、明治40年6月にオランダのハーグで第2回万国平和会議というのが開かれるんです。国際会議ですから、いろんな国が代表団を派遣するんですね。一応韓国、朝鮮も保護国とはいえ一応一つの国ですから。で、大韓帝国も代表団をこの万国会議に出席させます。そしたらですね、何をしたかというと、その代表団の連中がこのね、日韓保護条約は無効です、助けてください、大韓帝国は日本に騙されました、これは皇帝の意思ではありません、これ騙されてます、世界の皆さんこの理不尽なことを知ってくださいみたいな感じで、これが無効だ無効だっていうのを国際会議の場でぶちまけたんですね。で問題になります。本当なのかと、皇帝がこれ了承してなかったのかとか、いやそら君たちの言うことが本当だったら日本ひでえなって話になるわけですね。そしたら当然伊藤博文の耳にも入りますよ。で伊藤博文それ聞いて直ちにね、王宮に行きまして高宗皇帝に会うわけですよ。おい皇帝と、まあおいと言ったかどうか分かりませんけど、何なんだと、あんたが派遣した代表団が条約無効だって世界に言いふらしてるらしいけども、どういうつもりなんだって言って、いやこれ多分ものすごい剣幕で怒ったっぽいですよ。記録が残ってます。はい、なんて言ったかというとですね、皇帝自ら条約を守るとは、あごめんなさい、破るとはだ、皇帝自ら条約を破るとはどういうつもりなんだっていうふうに言うわけですよね。そしたら高宗皇帝なんて言いました、なんて言ったかというと、あの問い詰めたらしいんです。あ、それからさらにね、ね、日本の保護を拒否するんだったら宣戦布告すればいいじゃないかと、日本に対して、ね、何こそこそやってんだと、お前がやってたのかと、ね、を問い詰めたらですね、皇帝はいきなり挙動不審になって、小さな声で、いや知りません、うちの派遣したものが何かやらかしましたかみたいに急に挙動不審になって、小さな声で、いや私それ知らないんですけどみたいに嘘つきって感じなんですけど、そんな皇帝にを無視してね、そんな勝手にやるわけないじゃないですか。で、いや知りませんとか言ってごまかしたらしいんですよね。はい。そしてで伊藤博文はハーグに伝えるわけですよ。皇帝に聞いたけども、いやそんなことは知らないと言ってると、だから、法条約が無効ということはないというふうに、伊藤博文の方から、国際会議の方にですね伝達をしまして、そして、この騒動は収まったわけです。なんだと、国家役人がなんか勝手にやったやつかみたいな感じでですね、却下されたということです。はい。そこで日本方はもう激怒しました。ふざけんなよクソジジイって感じではい、もう皇帝終わり、もう無理無理、あんたじゃ無理。でも皇太子だった順宗、順宗皇帝を即位させます。そしてこの順宗皇帝が最後の皇帝になりますね。はい。まあ最、まあこの高宗皇帝ってなんかちょっとせせこましく嘘ついたりとか、今日ついてなんかとんでもないことやったりするんですよ。覚えてますでしょ、幽閉されてるところから抜け出すのに女官が乗る箱に乗っかって隠れて出てでそのまんま担がれたまんまそのままロシア高官入ってっちゃったわけだから亡命ですわね。
カルロス・ゴーンじゃねえんだって話だからそういうことやっちゃうんだよねこのおっさんね。だから世界にこう死者が行くときにちょっと騙されてるとか覚えていて、お前が調印したんだろうって話ですよ。ここ修正せいってあんたが言ったんだろうって話でしょ。騙されたとか言うけど、お前自分で中身読んで中身修正してね、それで調印したんだろうと、ね、何が知らないだとね、騙されたと冗談じゃないぞってことになって、もうこんなつまんないやつとね、もう付き合いきれんということになりますからね、あんたじゃダメだと、はい交代ということで、もう日本は保護国ですからね、朝鮮を保護してますから、交代してもらったわけなんです。まあ、本人もさすがこれバレたら皇帝のままひるごさできないだろうなっていうのはね、もう、すぐ分かったみたいですけどもね。はい、というわけで結局、大韓帝国が、ちゃんとした独立国になるには、もうずっと前からね、私ここで言い続けてますけども、近代化です。はい、近代化する以外にありません。はい、ちゃんと議会を作ってね、選挙をして議員を選んでですね、政党政治をやってですね、もちろん憲法も作り、ね、そして、経済をね近代化させて、いろんな工場とか作ってですよ、産業を起こして、そして、ね、経済規模を大きくしていって、そして、ちゃんとした軍隊を持ち、ね、外国がちょっとやそっと脅されたぐらいじゃね、簡単に言いなりにならなくて済む、まあ、かつて日本がしっかりと、ね、明治維新によって富国強兵策をとってちゃんと、ね、独立国として認められましたよね。最初は不平等条約でしたけども、イギリスとも平等条約を結べるようになりましたよね。そして現に大国と戦って勝ちましたよ、日清日露ね、もう日本よりも、ね、4倍5倍経済力の大きい国と戦って勝ちましたよね。はい、やっぱそういうふうにね、ほら近代化をちゃんと進めなければ、ね、名前だけ大韓帝国とか名前はいいんですよ中身が大切なんだから。国家予算編成能力もないんだから、キラキラをほどほどにしときなさいっていうことでしょ。だから近代化をするしかないんです。それによって初めて朝鮮は独立国になれる。そしてちゃんと近代化果たしたら日本の保護国から外れるとまで言ってんだからね。もうだったらいっそのこと、じゃあ頑張るって言って近代化すればよかったんですけどもね、いろいろ起きるわけですよこれから。はい、じゃあ次回この日韓併合にようやくたどり着きますので、今日はここまでにしましょう。はい、チャンネル登録お願いいたします。もうすぐ50万ですからね、お願いしますよ。